全国1億2000万人のバイク置き場でお悩みの皆様、こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。今日はこの巻き棚をバイク置き場に改造しまおうと思います。それではエバネスコ消えよ。本当はジモティに持ってってもらったんですけどね。それでは始めましょう。まずは巻き棚を解体していきます。だらだらと長い動画をお見せするのも心苦しいので、バンバン巻いていきます。てか今日も新しいインパクトドライバーが大活躍ですわ。はい、59秒で巻き棚無事に解体できました。今回の改造は幅を広げるだけなので、短い方の針を5本作ります。ちなみに今回の改造で新しく買った材料は一つもありません。すべて家にあったものです。なんでこんなのが家にあるんですかね。パーツができたんで組み立てですね。サクサクっと進めていきましょう。暑い。この屋根の波板も再利用です。このベニヤ板ですが、本当は12ミリの厚さのものが良かったんですが、9ミリのしか持ってなかったんです。ここに置く予定のバイクは CT110 なので、厚さ9ミリでも大丈夫でしょう。塗装は16倍速です。はい、組み立ては2分16秒で終わりました。本当は解体含めて7時間以上かかってるんですけどね。暑くて大変でしたわ。
屋根の波板はこんな感じです。巻き棚時代のビス穴はコーキングで埋めてあります。本当は柱も梁もペンキ塗ってしまえば綺麗なんですけど、そんな気力残ってません。それでは物置から CT110 を引っ張り出しましょう。昔は一発で上がりきったんですけどね。っていうかランクルが邪魔ですよね。バックミラーと前かごは外しました。ちょっと高さが足んなかったですね。まあしょうがないです。アルミブリッジはここに入れときましょう。てか足長鉢が巣を作りたくて狙ってるんですよね。ちょっと怖いです。バイクカバーをかけて完了です。はい、 OK 牧場。それではまたねー。